庄司智春の YouTube。 さあ、もうまさに地元ですよ。これ地元というかもう地元中の地元中。はい、今ね、実家はですね、昔一軒家の1階にですね工場があって、でその2階に住まいを、設けていたんですが、まあ両親ともご高齢になりまして、ということで、その家は引き払ってですね、今ご両親はマンションに住んでいるんですか。うわー懐かしいねこれ。ああこれは懐かしいよ。マスク取りましょう。はーいいですね。来てみるもんだね。ちょっと小雨も降ってますけども、はあここには思い出がたくさん詰まっていますよ。やっぱいつ来てもいいもんだね。結構ぼちぼち来ていますが、ちょっと雨模様でスニーカーが濡れるのがちょっと嫌ですけどあーでもいいね。あーこの景色だわ。いいです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 。ちょっとやっぱこう茂みの感じもね、草の茂ってる感じがちょっとここまでね生い茂ってなかったんですよ。はあ、ここ道があるじゃん。そうだからもう本当にここですよ。ここはよく来たというか、もうここに住んでいたみたいなことだからね。ここだよ、ここ。ここに住んでいたって言ったらもうホームレスみたいな感じになっちゃってますけど、ちょっと行ってみよっか。だからよく釣りしたよな。で、この奥が多摩川なわけですよ。うわよくここは残ってたな、この道は。ちょっとスニーカー汚れんのやだな。うわめっちゃいいじゃん。釣り人がいますけど、はあぬかるんでるね。なんか違うスニーカー履いてくれよかったな。うわいいじゃない。うわここでよく釣りしたな。俺がミュージシャンだったらちょっと詩が降りてくる感じだよね。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。あ、カニカニカニ。見える。カニだよカニ。あ、ここにもカニ。
たいね。めちゃめちゃいるじゃん、カニ。そう、カニね、いっぱいいるんだよね、ここね。超いいじゃん。超いい、来てよかった。これさ、だから潮が引いてさ、でそっからミミズを取ってさ、ゴカイがいるんですよ。でゴカイを取って、で餌にして、でここで釣りするんですよ。はあ、ハゼかな、ハゼが釣れるって言って、うん、釣ってたな。いいね、静かな感じで。カニ取りたいね。でっけえのいるじゃん。いるんだよ。あ、すげえいる。でけえのいる。よし、あれ狙ってみようか。滑るの怖いね。わ、滑りやすいね。わかる？ここに釣ってるかな。よし、取れた。取れるか。ああ。これでっかいハサミだからさ、やられたらやばいよ。惜しかったな。11年前ぐらいに、いいのか悪いのか分かんないですけど、ダメなのかな分かんないけど、穴を掘ってタイムカプセルを埋めたんですよ、夫婦で。で10年後取りに行こうっつって来たんですけど、なかったんですよ。タイムカプセルの中には10年後に対するこう手紙、10年後のミキティに対してお互い手紙を書いて中に入れたんですけど、どっかなくなっちゃってて見つかんなかったんですね。でちょうど雨強くなってきたな。僕ね、2回プロポーズしてるんですよ。で1回目のプロポーズはここでしたんですよ。でここでして OK、 ちょうどこの辺で OK もらったのを記憶してるんですけど、
次の日にメールが来まして、 OK は OK だけど思ってたプロポーズとちょっと違うからやり直しって言われてで2回プロポーズしてるんです。2回目はねサンリオピューロランドで、プロポーズしたんですよ。あの彼女はねキティちゃん好きですから、サンリオさんにちょっと協力していただきましてしたんですけど、ここだったんですよ。ここもいいよね。なんか僕が生まれ育ったところでっていうのはちょっと思ってたのと違うっていう、まさかのテイク2を要求されたという。雨本格的に降り出してきちゃったな。でちょっとねちょっと不安点が1点ありまして、これやべえな、これまずいぞ。僕ね財布を忘れたかもしれない。うわ本降りじゃん。やばいやばいやばい、帰ろう帰ろう。財布を忘れてたらやばいよ。駐車場入れちゃったじゃん。どうしよう。あのスイカが使えるパーキングだったらいいんだけどな。あでも結構最新なパーキングだから行けるかもしれない。頼む最新であってくれ。お行ける、いけないか。ああいけない。カードは OK だけど電子マネーはダメか。どうしよう。とにかく幾らだろう。もしかしたら小銭がね、5番で400円あるかな。あったらいいんだけどな。まず財布があるかな。あった財布あったぞ。危ない、ギリギリあるじゃん。危ねえ、危ない危ない。ちょっと払ってますね。どうしよう、雨降ってきちゃったよ。ねえ、せっかくの地元ツアー。結構本降りだったよね。ちょっと今落ち着いたのかな。